ここからささっとメイクしていきましょう。そう、これもね、後で使いたいけど、先にアイシャドウを塗っていきます。で、アイシャドウにちっちゃいチップがついてるけど、ブラシで塗ります。私はこれも塗り方書いてあるんだよね。はい、じゃあ塗っていきましょう。で、今最初にこの涙みたいなやつを全体的に塗って、真ん中にこれを塗って、二重の線のところにこれを塗ります。全体的にシマがかかったアイシャドウですね。で、ブレンドします。見えづらいね。よし、アイシャドウ塗ったから、今日の使いたかったこれなんだっけ、マスカラ使います。で、私いつもマスカラつける前にこのケイトのマスカラのベースを使ってるので、これを使ってから乾かしてこれを使ってみましょう。さあ、どうだろうね。そして、これは別に勝手な私のやつなんだけど、実は鼻がちっちゃい頃からここがへこんでて、ここからドーンって出てるから、そのなんかね、わかると思う、この黒いのここをちょっと消したいので消します。はい、これでいいです。これで少し乾かしてる間に新しく買ったやつ使ってみましょう。伸びるけど、めっちゃいいってわけじゃないかも。なんかさ、なんだっけ、私が好きなマスカラはこれだ。そう、ロレアルのマスカラすごい好きなのね。でもすっごい伸びる。だからロングにしたい人とかはいいかも。ボリュームタイプではないね。でも多分この伸びてるのは、もしかしたらこのさっきのメイクの消し、あ、なんだっけ、マスカラの下地かもしれないし、どうなのかな。でも別に特にこのブラシが塗りにくいとかそういうのはない。いいかもしれない、なんか良くなった。ただやっぱりどのマスカラもそうだけど、なんか最初のマスカラってさ、ちょっとまだドライになってなくて、みずみずしいっていうか、なんかちょっと塗りにくいじゃん。でもそれでも全然平気だわ。はい、落ちちゃったね。はいよ。どうだろう、見えるかな。伸びる、めちゃめちゃ伸びる。じゃあ、あとはチークを使ってリップして終わりです。アイライナーは引かないです、私。じゃあチークは、今日はタルトのチークを使います。チーク塗りました。このチークすごい最近気に入ってるチークです。はい、じゃあリップはこれを使います。
ョンが電話してたからやっと、はい、口紅っていうかリップも塗ったしメイクが完成しました。私今回これが一番気に入ったこれで、これは薄い色と濃い色があるので自分の肌に合ったのが多分あると思います。でこの上からさらにパウダー塗るって言ってたけど、見た感じパウダー全然塗らなくてもいいし、ハイライトもその上からハイライトのパウダーをのせることもしなくていいなと思ったからかなりいいね。ジョン分かる？このここ本当だ、こんな感じです。マスカラはすごい伸びる、こんな感じです。はい、じゃあメイベリンの新しく出たマスカラとコントアのクリームスティックを使ったメイクでした。最高、これいい。みんなもこれぜひ試してみてください。じゃあねー。